明日天気になれ。皆さんお疲れ様です。今回は富田が大好きな商品をご紹介します。なんだろうな。キャッパン、がこちらです。じゃん、見てください。お、これなんだね。これはカバじゃないですよ。犬です。あ、そうだよね。シュナウザー。ごめんごめんごめん、あんまりごめん、はい、こちらの商品ですね、はいはい、こちらがニキっていうんですけど、うんうん、ニキっていうキーホルダーがメインになってる、はい、ドイツで誕生したぬいぐるみメーカー。そうなんです。娘のためにご夫婦で作られたのがきっかけ、はい、らしいんですけど、はい、もう30年ぐらい歴史のあるメーカーさんなんですよね。長いんだか短いんだか。ニツキの魅力についてですね、はい、今日はちょっと語っていこうかなと、はい、思います。なんと言ってもですね、この見てください、この愛らしいお顔ですね。めっちゃ可愛くないですか。可愛いですね。でなんかちっちゃいんですけど、すごい細かいところも凝ってる、うん、なんかこうひげがあったりとか、はい、なんかこの毛並みな感じとか、はい、もうすごい細かくて可愛いんですよ全部。おー、種類いっぱいあるんだね。そう、いっぱいあるんですよ。で、すごい種類多くて、うちでも全部やってるわけじゃないんですけど、はい、こういうなんかすごい可愛らしいですねキーホルダーがよく売れております、はい、で、洗えるんですよ。なので汚れたらちょっと洗ってあげて長く使えるっていうのもいい点ですね、はい、なんかこっちがキーホルダーで、こっちが、はい、ぬいぐるみかと思いきや、こう、これがポーチになるんですよね。あ、なるほどね。だからペンケースとして使ったりとかもできるし、なんかお薬入れるとか、はいはい、なんか少ない人だったら多分化粧ポーチとかにもなると思うんですよね。で、これもすごいこだわって作ってて、ほらこの子なんかこうポッケからハートが出てくるんですよ。それは犬なんで犬じゃない？なんで犬なんですか？めっちゃ可愛くないですか？で、この手触りもすごい柔らかくてふわふわなんですよ。へー。で、実際に学生の子とかすごい買ってくんですけど、はいはいはい、この猫の尻尾を見てください。尻尾で、あー尻尾が、こう、うわ怖いじゃないか、その尻尾がそんなとこに行ったダメだろ。でもこれ怖い怖い怖い、ちょっと待って、もう一回やって、もう一回やって、だってそれ尻尾でしょ。これ尻尾ですよ。尻尾でしょ。尻尾でめっちゃ可愛い、これすごいな。そうなんですよ。で、なんかちょっとこういう遊び心あふれるですね、デザインの日記ですね、はい、ぜひぜひ。いや、おっさんはいや、だって見ましたよ、あのおっさんズの動画見ましたよ。なんかみんな黒ばっかりで、はい、それはあれじゃない、てかこれぐらいだったらまだモテると思うんですよね、うんうん、そうだよね。これなんか一個ぐらいそういうのあってもいいよね、うん、こう入れといて、ペンとか、うんうん、なるほどなるほど。どうですか？なんかね、あのカバンの中身がね、本当に面白くないねって言われます。こういうですね、たまにはあの雑貨屋さんで、本当ですよ、はい、働いていますの で、ね、ちょっと一つぐらいはなんかこう遊び心のあるものを持っていただきたいなと、そうだよね、はい、あの動画を見て私はすごく思いました。普段黒ばっかり持っている方とか、はい、あとちょっと可愛いものを持ってみたいなっていう方には、こちらの2期ですね、おすすめの商品です。よろしくお願いします。ペンポーチ買おうと思ったわ。